センターで、はい、あのワールドコレクタブルフィギュアの特別企画のトレジャーラリーっていうものがスタートしてるんですよ。だから合計20種類、はい、今回は取らないといけないというところになります。意気揚々とトレジャーラリーに挑む男たち。そう、本物だが、ここペース上げてきますよ。瞬く間に消えゆく500円玉、時間とお金が無情にも減っていく。そしてついにはあの少なくないって思って、いや私だって全然減らしてないですよ。乱れるチームワーク、果たして制覇することができたのか。ゼロです。顔が引きずりますね。はい、ゼロというかマイナスです。足出ましたね。かろうじて制覇できたものの、失った代償は大きかった。無理でしょ。無理じゃ、無理じゃ。そんな男たちの戦果、開封デビュー編をどうぞお楽しみください。はい、並べました。はい、並べました。カチ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 、疲れましたよ、これ揃えるの。本当にねえ、っていうか圧巻じゃない、マッドトレジャー4体のアームって。まあ一番上の段だけね、あのサニー号はガオン砲の付属パーツが付いてるから2つ取ったからさ、はい、取ってもらったからさ、並んでるけど。そうですよ、うん、あのお仕事以外に。そう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 、どっか消えられてたね。そうそうそう、はい。でね、やっぱり僕ちょっとねすごいなと思ったのは、ナミがね、はい、あの塗り肌なんですよ、うん、しっかり。そうですよね、当時と変わらず。はい、なので前のシリーズと並べても遜色ない、絶対。ナミさんも四季さんも前回のやつ違いって何かあるんですか？まず違いとしては、はい、それぞれの後ろにね、まあ黒で、ここですよね。そう、黒でコピーライトが入ってるんですよ、はい、印刷で、はい、まずそれがまあパッと見てすぐ分かった違いで、うんうんうん、で僕もよく分かんないから、前のはこれを、おー持ってきたんですよ。懐かしの。そうそうそう、初代のね、はい、その光学の同じだよね、ほとんどね。サイゼリアが間違えたとして同じ難易度ですよ。ね、台座の色がね、黒と今回の青っていうのは決定的に違うことだし、そうですね。そう、あとはその台座の変更に伴って支え棒の形もちょっと違うかな。最後も大きいですよね、違いとしては、うん、だその他はもう、なんだろう、こう重さとかも本当全く同じですよね、当たり前やけど。はい、めちゃくちゃ重いですよね。そう、いやー、うん、やっぱナミさん可愛いですね。まだ言うの？まだ言いますよ。はい、いやでもね、ワーコレファンは本当同じ気持ちだと思うんですけど、ようやくサニー号が出てくる。サニー号って呼ばれなかったでしたっけ？なかったんですよ。そう、今までそのロジャーのね、船のオーロジャクソン号とか、はい、あのフライングダッチマンとか、うんうん、なかなかこうマニアックな船の造形はあったんですけど、そう、なぜかサニー号だけはずっとなくて、唯一ここにあるから、あ、ここ映せる、ああ、はい、そのサウザンのサニー号の映画のゴールドで出てきた金粉まみれのサニー号出てたんですけど、はい、昨年のやつですね。そう、でもこのアニメのそのサニー号のカラーっていうのも初めて。へー、うん、そうだったんですね。そう、いやー、ゲーセンのお姉さんと一緒に頑張りましたよ、これ。なんかアシストがたくさんあったって。いや、これアシストなかったら無理でしたね。無理やな。だってアシスト使ってこれ2体で4000円ぐらい使ってるんで、3700円とかしましたし、やっぱこのトレジャーラリーっていうだけあって、この冒険服、冒険感ってよくないですか？いや、もうこんな感じですよ、トレジャーラリー、マッドトレジャーもかっこいいよね。マッドトレジャーいいっすね。ジャルラ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 ジャルラルラル、パネルたくさん持ってる時に言ってほしかったですね、それ。いや、好きなんだよマッドトレジャーが。俺マットトレジャー何がいいんですか？小栗旬くんが好き。最近銀玉で話題のね、うん、これ見てほしいんですよ、小池さんの好きな滞在イランヤのシリーズ。あ、ほんまや。刺さってないよ。そうなんですよ、もう置いてるだけの、置いてるだけなんですよ。いや、もうそういうとこ最高だよね、わ、これはね。で、これこうやってちゃんと閉まるんですよ。そうだ、宝箱としてもオブジェクトとして飾れるよね。そうで、うん、ちゃんと開くと、うん、素晴らしい。いや、これめっちゃいいですね。うん、しかもね、さりげにそのオペオペもそのゴムゴムもそうだけど、はい、
アニメで初登場したところのその箱をしっかり再現できてるんで、これ。ああ、確かに箱違いますもんね。違う、そのラッキールーがね持ってたその宝箱の、はい、確かにそうですね。うん、こっちは銀縁ですもんね。そうそうそう。へえ、じゃあ今日はね本当ここまでね、そして戦ってきましたよ、うん、いろいろと。でね、やっぱ各店舗ね、ちょっとだけちょっとだけプラスで頑張ったことがあるんですよ。まあ、それが何かと言いますと、うん、何、ああそうそうそう、調子に乗ってね、はい、余計に取った分があるんだよね。いつも見てくださってる皆さんが喜んでくださるならってことで、はい、ななんと今エースのプレゼント企画、エースのプレゼント期間中なんですけどエースのプレゼント期間中なんですけど、さらに今回もちょっとプレゼント企画ということを。むちゃくちゃ買うやん今日。疲れが。はい、じゃあ今こう並べました。はいはい、この5つが余分に取ったものなんですよね。はい、はい、やっぱりその今ね、普通の通常版はあの高騰してる四季をはじめ、はい、今回のトレジャーラリーの一番の目玉のそのトレジャー枠の3つ、はい、ちょっとね、悪魔の実だけちょっと無理やった。じゃあもうほんとなんかめちゃくちゃ難しくて。難しかった。そう、ツイートしたけど、そう、箱がこんなんなってんのに取れないんですよ。でもこのここはしっかりプレゼント出そうと思うので、そう、もう急遽のことなんで、はい、もう応募方法はちょっと簡単なんだよね。はい、今回もうめちゃくちゃ簡単でして、まあ、この動画をいつももうほんと待機してくださってる方がいらっしゃってて、その方たちに還元できたらいいなと思ったので、今回なんと先着5名様にあのこれ差し上げたいと思います。そう、被らないので先着5名ね。はい、だからその YouTube のコメント欄にどれどれが欲しいだけでいいから早く書いてほしい。そしたらもう5人にプレゼントします。はい、はい、であとのやり取りは YouTube 内のメッセージ機能を使ってやりたいと思いますので、はい、そんな感じですね。はい、皆さんプレゼント応募してくださいね。 See you。 本日も動画を見てくださってありがとうございました。溢れ出る感情、チャンネル登録、もっと見たいな、高評価、みんなの元気を分けてください。